今している仕事は、この会社の人に関わる仕事をしております、この会社のビジョンを実現するための素養を持った方を採用して、その入っていただいた方に教育を施してそのビジョンを実現させていく、そういったことを担当しております。この仕事を志したきっかけは、ゼミの先生からの助言でして、それまでは自分はすごく迷ってて、就職活動もどのように行えばいいか、どの業種を目指すべきかわからなかったのですが、そのアドバイスによって自分が人と接したいんだ、人と接する中で自分を変えていきたい、そういう人生を歩みたいということを希望していることに気づきまして、このホテルを目指すきっかけになりました。自分が知らないところで仲間や先生が自分のことを助けてくれていたんだなという思い出があります。自分はマイペースな性格でしたので、周りのそういう努力や自分への思いというものに気づけていなかったんじゃないかなと、まあ今更にして思います。もちろん大学で学んだこと、読めなかった本、意味がわからなかった本が大学の研究によって読み解けた時の感動とか、わからないものがわかるようになる感覚ですね、そういう思い出があります。大学生の皆さん、またこれから入学される方にはですね、大学というステージは、いろんなことが学べるところだと思います。自分の意思でそのステージを存分に使ってほしいと思います。そして、ただこう時間が過ぎていくっていうような過ごし方じゃなくて、自分の意思を持ってアルバイトなり、サークル活動なりを感じたり考えたりしながら取り組んでいただくと、自分という人間を作っていけるんじゃないかと私は考えています。大学というのは、そういうことが整ったステージだと思うので、ぜひ活用してほしいなと思います。